渡辺警部による状況報告。ブラックキャットことフェリシア・ハーディが失踪、死亡と推定。マギアのドンであるハンマーヘッドと手を組み、その他のファミリーを脅していた。ハーディはハンマーヘッドを裏切り、ハンマーヘッドは盗んだセーブルの武器で復讐に転じる。執拗に襲撃の最中、ハーディも恐喝の証拠も消えてしまった。報復をもくろむハンマーヘッド、恐喝という選択肢は消え、他のドンたちを力ずくで消し去るため戦いの準備を進めている。となるとセーブルが引き上げた時に残していった重火器をまた狙うはず。可能な限りセーブルの武器は押収したが、まだ十分とは言えない。このニューヨークでギャングの全面戦争が勃発するけれど、運が向いてきたかも。マギアがハーレムの療養所でハンマーヘッドを追い詰めた。手下を撹乱できれば少人数で建物に侵入し、奴を生け捕りにできるかも。でもチャンスは一度きり、失敗は許されない。ヤバそうな雰囲気。いつでもどうぞ。了解。僕はよそ見させる役ね。準備 OK？ スパイディ、ほらこれ。かっこいい。規則違反よ警部補。すみません、子供からのプレゼントで。彼と組むなんてめったにないし。多めに見る今回はね。ほら配置について。了解。さあやるわよ。孫子の虚実編って読んだことある？ない？よかった。マギアの内紛か。ハンマーヘッドたち対他のファミリーで、僕はその板挟み。予想通り。俺たちに逆らうわな。慣れ果てた療養所を拠点に選ぶなんてちょっと信じられない。やっぱ嘘。超納得。ユリたちがハンマーヘッドを捕まえるまで僕がこいつらをよそ見させとかなきゃね。考えて間違えたな。あだ名欲しくない？つけてあげるよ。例えばムースは威厳ある動物だよ。それじゃあスティングレイは？やっぱみんな海のテーマでさ、行ってみただけだってば。おい、カメラ。
痛めつけてやるか。クライナー飛んでくるぞ。僕もお手伝いしてあげるからさ。なんなんだ今の。マギアのチンピラとハンマーヘッドの手下と公共施設の破壊を追加。何しやがった。どっちも人手不足って感じには見えないね。ここはマギアの縄張りだ。ユリ、調子は？ターゲットは排除した。来ました、進みます。全員、急いで。適当。こいつもこいつも虫呼ばわり。ちゃんとテーブルに貸してってお願いした。
あの人みたいにかっこいいのにしたら。いやー、みんな本当に強かったな。ユリに追いつかなきゃ。ユリ、外はオッケーだよ。そっちは？電波悪いな。地下かどっかにいるのかも。追いつかなきゃ。うわぁ、かなり不気味。幽霊出ないよね。ユリならうまくやるだろうけど、なんか嫌な感じがする。早く追いつかなきゃ。頼むからトイレのお化け出ないでよ。今日だけは勘弁。古い療養所に必ずそこでひどい扱い受けた人たちの幽霊がいるってわけじゃないけど、ここは間違いなくいる。やらしてもお構いなしと思っている。ハンマーヘッドの作戦基地って感じだけど、奴はいない。ユリもね。あいつら縄張りをかけてたのか。マギアが消えた後、誰がどこをもらうか決めてたんだ。せいぜい頑張って。ニューヨーカーは言うこと聞かないから。これ他のドンたち？わかりやす。ドンマッチオ、かなりヤバい。ドンコスタ、ドンフォルトゥナート、ドンシセロ、ビッグシー、汚職まみれの最低弁護士で人としても最低。ユリ、絶対まずいってば。急がないと。
近道ないかな。どっから来やがった。気にすんな。札だらけだ。しかも雲まで嫌がる。奴ら全員倒しゃいいだろう。部屋に何があるんだ。生きてたきゃ。みんなのためにこいつらお掃除。マジか。耳から何からちぎられる寸前さ。うへ、いいか、部屋の中のことは忘れろ。ああ、わかった。仕事中はおしゃべり禁止。今ので全部、ハンマーヘッドはこいつらに何を守らせてたんだろう。セーブルの装備、でもそれ以外のは何だろう。そもそもどうやって手に入れたわけ。配信機材だらけ。スクリューボールが速攻嫌だねつけそう。何なんだろう、ハンマーヘッドがこんなの作れるわけないし。監視カメラだ。ユリが映ってるはず。調べてみなきゃ。古い警備システムを再利用してる。ユリどこなの。俺は紳士だ。ノックしてりゃ入れてやったんだがな。そんな。なのにこそこそ忍び込みやがって。近頃の警官ってやつ。礼儀を知らねえ。卑怯者。昔は俺たちも一目置かれてた。やられたらやり返し、身の程をわきまえさせ、恐怖を植え付けた。今じゃ指一本でひねり潰せると思ってやがる。恐怖の味を思い出させてやる。銃を捨てて。手を頭の後ろに。やなこった警部。すみません。今すぐ捨てなさい。それだ、恐怖に怯える顔。警部、撃って。
ユリ、本当に大丈夫？平気、ちょっと一息つきたいだけ。おさらいさせて、僕がハンマーヘッドを追って計画を暴く、君は一休み。そうしてもらえるとありがたい。部下の家族に電話して事情を説明しないと。でも連絡だけは欠かせないで、何か分かったら教えてちょうだい。約束する。奴を捕まえよう。いいえ、それじゃ足りない。あいつを壁に打ち付けてやるわよ。僕を本気で怒らせたな。このまま好き勝手にはさせない。名もなきバーで奴の手下がつるんでるって噂だし、追跡始めるにはぴったりかも。